じゃあ皆さんでふなっしーを呼びましょう。せーの、梨の神様で、
梨神様って言いました梨神様素晴らしい梨神様がお母さんだそうです。でもこっちの世界に来るときは、うん、梨の木からこうポンって出てきたからポンポンって出てきた言うなれば船橋の梨の木が漁師になるのし船橋の梨の木が漁師素晴らしい。じゃあその前のね黒い髪のロングヘアのお姉さん彼女いるんですか。彼女いるんですか。気になる気になる。彼女いるんですか。ね、あの船橋の男でも女でもないからあの、彼女っていう概念がないしそうなの、うん、スキャンダルには無縁だしな、うん、で彼女はどう立候補する。もし大丈夫なんだったらお姉さん彼女に立候補する。はい、するんだって。残念。じゃあちょっと無理なし。ごめんなさいなしこの舞台の上で振ってんじゃないわよ。振ってんじゃんだってあのしょうがないなし、うん、あれ梨の実だから梨の実だからね。オスメスないなし素晴らしい。あ、なし、じゃあ、そちらのマッピー、質問だよ。あ、ごめんなし。最近の悩みは何ですかって。最近の悩み、うん、うーんあ、リアルに悩んでってましたあの悩み、うん、悩みはあのなんかあの同じテレビ局からいろいろなんかあの下世話な質問がいっぱい来る。結構そこなんか大人な悩みだね。結構下世話な質問。結構子供の嫁子を集めダメだしね。そういうのダメだしね。そういうのも全部あの、ね、着信拒否するなし、うんうん、着信拒否ね。そうなし、うん、大人な